祝ジャパン復活。はい、どうもニャニーです。本日は仮面ライダーギーツ第45話創世7、願いの行方の感想&考察をやっていきたいと思います。いや、このね、久しぶりにカナトが帰ってきましたが、まあ実にこれは41話ぶりっていうところですかね。なんかちょっとね、見ない間に成長したなって僕はね、ちょっと親みたいな気持ちで見てたわけなんですが、皆さんはどんな感情で見ていましたでしょうか。今回はですね、ちょっとメイン以外のキャラクターにも注目が集まった話にもなっていましたが、今日もですね、いつも通り気になったポイントに絞ってお話ししていきたいと思います。本日のポイントはこちら。1. ダパーン復活。 2. 大地の償い。 3. 白エース。 4. グレー系は。以上の点について語っていく前に、ニヤニーからのお願いです。このニヤニヤチャンネルでは年内にチャンネル登録者2万人を目指して日々頑張っているわけですが、ちょっとですね、このままのペースだと届きそうにありません。で、このチャンネルのアナリティクスのチャンネル登録者の総再生時間の割合っていうところを見てみると、こちらがチャンネル登録をした状態でいつも動画を楽しんでもらっている方たちの割合です。そしてこっちがまだチャンネル登録をせずに動画を見てもらっている方たちの割合となっております。このまだチャンネル登録をしていない方の中にですね、俺は誰のチャンネルも登録しないんや、俺は一匹狼で絶対どのチャンネルも登録しないんだというね、かなり強い意志をお持ちの方は置いといて、特にですね、チャンネル登録をしていない理由がない、またはですね、チャンネル登録したつもりになっていた、忘れていたって方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。もうね、9月から新しい仮面ライダーがね、始まるということも分かりましたし、またね、一からみんなと一緒に考察を楽しめるチャンスでもあるので、ぜひ今のうちにね、チャンネル登録をして新しい仮面ライダーでも考察を楽しんでいけたらなというふうに思っております。ということでですね、お願いはここまでにしておいて、早速本題の方に入っていきましょう。ニャニャチャンネル Ready? プレイジャパン復活。40話の時を経てついに復活したカナトですが、まあ以前とね、見た目は多少変化はあったものの、思想の面では特に大きな変化はなかったんじゃないかなと思います。で、ケイワと再会した時には、なんかこのね、人って変わるんだねから始まり、いろいろですね、ケイワに同調しつつも他人を犠牲にしていいと思ってるんだろうと、ちょっとね、ケイワを煽っているというか、まあこれはですね、ケイワが間違った道に進んでいることを改めて教えてあげているようにも感じたんですよね。この時のケイワの表情を見ていてもですね、自分の感情や行動のズレに気づいたというかですね、なんか今の自分は間違ってるんじゃないかなというちょっとね、疑問も生まれたんじゃないかなというふうに思ったわけなんですよね。で、今回唐突にね、カナトが再登場しましたが、もしこれより前にエースがこのカナトと接触していたとしたらどうでしょう。カナトの願いはですね、参加者全員が知っていましたよね。あの時点でカナトの危険思想とベロバやジットたちの思想が似ている部分はあったからですね、エースは先手を打っていたとしたら、これね、なかなか面白い展開にもなってきそうやなと感じるんですよね。だからこそイルミの命までは取ろうとせず、型を狙って命までは取ろうとしなかったというのにもちょっとね、説明がつきそうな感じがするんですよね。ネオンの幸せを壊したいと思っているなら、肩だけで終わるとはね、なかなか思えないんですよね。まあね、足で打ったからね、狙いづらかったとしても、一発当てて終わりっていうのがちょっとね、僕はね、違和感を覚えたんですよね。狙いが定まらないなら数発打って、それが何発が当たればラッキー、それでたまたま急所に当たればですね、ネオンの幸せを母の死ということで奪えたはずなんですよね。カナトは今でも人類の破滅を願っているようでしたが、4話で脱落後、カナトはですね、人類の滅亡という願いを失ったはずなんですよね。カナトからすると、この願いがなくなることで、だいぶ私生活を送る上で、まあ過ごし方って変わってきそうだよなというふうに思うんですよね。考えれる限りではですね、いい方向にしか向かないような気もするんですよ。破滅思考というこうね、マイナスの部分がなくなるのなら、多少はね、いいところにね、目が向けられそうじゃないですか。新しい世界でカナトは新たな自分を見つけて過ごしていた。がしかし、ある日急に世界がまた変わって、人類滅亡を願っていたことを思い出した。でも、もうカナトにはその思いがなくなっていた。
とするのであれば、そのヒントとなるのがこのカナトが不登校にならずにちゃんと学校に通い続けていたっていうところがね、ヒントにもなってくるんじゃないかなというふうに思います。3話の時点で回想でも学校には通い続けていたわけですけども、あの心境なら不登校になってもおかしくない。がしかしカナトは通い続けていた。なぜ人類の滅亡を願っているのに学校に行き続けていたのか。それは誰かが救いの手を差し伸べてくれるのを期待していたからじゃないでしょうか。破滅思考がなくなったカナトには周りもね、寄ってきやすくなるやろし、カナト自身も自分からバスケ部にもね、顔を出すことも可能だとは思います。ちゃんと友達ができたなら、なかなかね、登校時に一人っていうのもおかしいんじゃないかなっていうね、声も聞こえてきそうなんですが、この時の周りの生徒、カナト含めて5人写ってるわけなんですけれども、友達と一緒に下校しているのは1組だけなんですよね。5人中3人は1人で下校だから、この時カナトが1人だったとしても特にね、違和感はないんやと思います。カナトは今回だけのね、ゲスト枠なのか、それとも最終回までのあと4話しっかり絡んでくるのか。エースがね、先手を打っているのであれば、僕はですね、カナトは最終回までしっかり絡んでくるキャラクターなんじゃないかなと思っております。チャンネル登録すれば大地の償い。今回無事退院した大地ですが、これまでの嫌な感じがちょっとね、一切なかったように感じたのは僕だけでしょうか。なんかね、こう丸くなったというか、もうトゲが抜け落ちたというか、まあそう感じた一つの理由がですね、エースが説明してくれてましたよね。人の記憶を手に入れるということは、その人の幸せも知るということ。当然その幸せを踏みにじった罪悪感もな。ということで、まあ、たくさんのね、記憶を手に入れたのと同時に、大地は同じ量の罪悪感も手に入れてしまったということだと思います。これはさすがにですね、大地でも大量の罪悪感には勝てなかったんじゃないかなと思います。こんな大地が救われる方法までエースはね、大地にこう助言をしてくれてました。それは自分の過ちを償うこと。これからあとですね、もう4話となったストーリーの中で、大地はどんなエンディングを迎えるんでしょうか。さっきのね、カナトの話も交えて考えると、ちょっと前にも考察した最終回は過去の参加者全員がね、大集合するっていうね、考察が当たってるんじゃないかなとも感じたんですよね。もしですね、一番で話した考察が当たっていたとして、この大地もですね、償いをするためにエースたちに協力する流れになったとしよう。映画ではウィン、サエ、一徹とですね、共に戦っているシーンがありました。マスク問題でなかなか本編では同系統のマスクをね、並べるのが難しいからですね、映画と本編で時間軸を合わせて、これまでの参加者全員と力を合わせて同じ願いを持てるようにするっていう展開がね、あるように感じるんですよね。そしてこの大地は最終回のこのラストには、その場には僕はね、ちょっといないんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、いろんな作品でも償いイコール死みたいなところってあるじゃないですか。死をもって償うってよく言うけど、意外と不器用な大地はその選択をして、主要4人の誰かのピンチに割って入って、自分を犠牲にして誰かを守る展開もあるんじゃないでしょうか。その大地が守る人がですね、ここは競馬であってほしいなとちょっと思います。そして大地が最終回までに退場しないといけない理由としては、マスク問題がやっぱり一番大きいんじゃないかなと思います。さっきの話では過去の参加者がね、集まるんじゃないかなという話をしたんですが、ナッチスパローがいる限り銀ペンは出てこれないんですよね。一旦ここではですね、新規でマスクを制作するのではなくて、リデコしかないと仮定して話しております。みんながね、出てくるのに銀ペンだけ出てこないのにも違和感が結構あるじゃないですか。で、銀ペンが出てきたとして、大地は生きているのに大地が変身しないっていうことにもちょっとね、違和感が出てくるとは思います。大地が変身できない状態であれば、このね、問題もすっきり収まるんじゃないかなというふうに思うので、これまで下げまくってきた株を最後に競馬を守って、株爆上がりしたところでお役御免が一番このね、大地にとっていい最後になるんじゃないでしょうか。白エース。いや、今回まさかのね、エースが真っ白に。このシーンを見てコータとつぶやいた人は何人いるでしょうか。脳裏にコータが浮かんだ人は正直に手を挙げる代わりに高評価を押しておいてください。でもね、このね、コータとの一番の違いは、カン君は白も似合うんですよね。
この人ね、ほんまにね、何でも似合いますよね。美女が強すぎる。この白エースはですね、ツムリの創生の力を受け継いだ姿っていうことがですね、この仮面ライダーウェブの方にも書かれておりました。これまで創生の力はエースとツムリの2人が持っていましたが、これによって創生の力は一つになったとも取れるので、これまでツムリはですね、このジットに狙われ続けていましたが、それもね、もうなくなりそうな感じがしますよね。創生の力が一つになったエース、そしてギーツ9はどう変化するのでしょうか。もうこれはですね、ほぼ無敵と思ってもいいのかもしれないですよね。で、今回の話でちょっとね、白エースとは関係ないんですけれども、深いなーって思った言葉がありました。それが、強く願えば叶う、信じることに根拠はいらない、必ず叶えられると信じるからこそ叶うんだ。これですよね、信じるのに根拠はいらない。これはですね、今後の人生の教訓にしたいぐらいの名言じゃないでしょうか。これまでですね、ギーツの中でも名言はね、たびたび生まれていましたが、この信じるのに根拠はいらない、これはですね、僕の中でベストワンになりました。これは〇〇やから信じられる、信じられへんじゃなくて、その根拠は必要ないということですよね。強く願えば叶うんですよ。これはですね、今の自分にもめちゃくちゃ刺さりまくったんですよね。このチャンネルではですね、一応年内にね、2万人達成すると年始に掲げた願いがあるわけなんですが、正直今となっては無理やろなとどこかで思っててですね、もしかしたら2万人行くという願いよりも無理やろなっていうね、気持ちの方が今は強いのかもしれないです。無理やろなと強く願ってて、実際に無理だった場合、それは無理だろうという願いが叶ったということになるので、強く願ったものが叶うわけなんですね、やっぱり。ということで、2万人達成するぞと強くこっからね、改めて願いを強く持って、その願いを年末までに叶えたいと僕は思っております。皆さんもですね、自分が掲げた願いに対して今どうなのかっていうのをですね、今一度ちょっとね、振り返っていただいて、全員でね、今掲げている願いをクリアできるように強く願いましょう。プレイゲーム。さあ、今回の K はですが、ちょっと前回までには見れなかった表情がちらほら見え始めましたよね。なんと言えばいいのか、このね、ちょっと黒い部分が光に見え始めたと言えばいいのか、要所要所で K はの表情がこれまでの優しい K はに戻っているようにも見えるシーンがね、あったんですよね。これは僕のちょっとね、思い過ごしなのか、それともしっかりそれを狙ってのお芝居だったのか。これがお芝居だった場合、平和役の佐藤くんってこの1年でだいぶ力をね、つけてきたように思うんですよね。確か彼は演技未経験だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。そんな彼が1年で善と悪の子をね、うまく切り替えて表現してると思うと、まだまだ伸びしろはありますよね。前作のリバイスではですね、終了から一騎大地桜、そしてジョージア、ヒカル、花役だった役者さんたちがこぞってドラマへ出演を果たしてるわけなんですよね。リバイスは珍しくみんなが出過ぎているから、この人が出世頭っていうのがね、いい意味でいなくて、全員がいい活躍をしてるわけなんですよね。この誰が次一番にね、ドラマでレギュラーをやるのかっていうのもですね、この物語が終わった後の楽しみでもあるじゃないですか。ちょっとこのね、佐藤くんには今僕はかなり期待してる部分があります。ギーツが終わってからは桜井慶和ではなくて佐藤龍河として応援していきたいと思います。高評価を押しまふということでですね、今日はこの辺で終わっておきましょうか。まあ要所要所で僕はこのあと4話っていうふうにね、言っていたわけなんですが、これね、どうなんでしょうかね。この8月の6日が、放送がね、休止らしいんですよね。皆さんがお住みの地域でもそうなんですかね。僕はね、関西なので甲子園でないのかなっていうふうに思っているんですが、皆さんの地域ではどうでしょうか。これから関西ではですね、先ほども言った8月の6日から全国の高校球児がクソ暑い中、その暑さも忘れるぐらいの熱い戦いがね、繰り広げられるわけなんですが、なんとその甲子園大会はですね、17日間もそれがね、続くようなので、決勝が多分22日あたりになるんですかね。なのでリアタイできるのはおそらく次回と最終回だけなんですよね。まあ今となれば TTFC もしくはテラサ、そして TVer でも見れるので、
関西圏にお住みの方はですね、リアタイができないだけなので、まあ、そっちの方でね、この波に乗り遅れないようにちょっとね気をつけていきましょう。明日は順調にいけばキングオージャーの感想&考察をお送りする予定なんですが、まあ結構今回の話って総集編っぽくもありネタ回でもある感じで、ちょっとね考察要素が少なかったかなというふうにも感じるので、まあしっかりね動画を作れれば明日の8時に、アップしたいなというふうに思いますが、ちょっとね途中で力が尽きてしまったら火曜日になるのかなとも思いますし、そんなにねなんか10分ぐらい話せることがねなければなくなってしまうかもしれないので、またそれはコミュニティの方で報告させていただきますので楽しみにお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。一応僕はですね、高校野球は肯定派ではいるんですけれども、まあ、さっきちょっとね調べてみて、次回の46話と最終話しか見れないと思ったらちょっと悲しくなっちゃいました。皆さん、関西の方って大変ですよね。これ毎年いいところがリアタイできないの。